アフターデジタル 2UX と自由藤井康文第3章誤解だらけのアフターデジタル4データエコシステムとデータ売買の幻想 アフターデジタルにおいて最も興味を持たれやすいことの一つに、いかに行動データを取得するかという問いがあります。とりわけ、いかにデータを牛耳ることが可能かという話になることが多く、以下のような質問をもらいます。どうやって顧客の行動データを全方位で取っていくのか。データエコシステムを作るならどこと組めばいいのか。 一社で持っているデータでは意味がないのかこれらの質問に私の経験をもとにお答えしたいと思います。データは財産という幻想。一時期私は生体データプラットフォームのプロジェクトに関わっていました。ウェアラブルデバイスから取得した生体データを使ってデータ共有エコシステムを作り エコシステム内の企業は取得したデータを取り出して使うことができ生態データを販売することも可能にするビジネスモデルでした当時データに対しての理解が浅かった私はこのビジネスモデルを実現させるべく公州にあるアリババ社を訪問しましたこれまで何度か議論や相談をしているインターナショナルユーザーエクスペリエンスデザインの元責任者であるポール氏に会い ビジネスプランを説明するので意見やフィードバックが欲しい。もし良いプランなら乗っていただきたいと伝え話を聞いてもらいました。すると険しい顔をしたポール氏はこのように言いました。藤井さんが考えているデータエコシステムとかデータの売買という考えはすべて幻想だよ。 何も言えなくなくった私に向かって彼は次のように長く語ってくれました「データに関してはおそらく中国で一番研究しさまざまなことを試してきたけどデータはソリューションにしないとお金にならないんだ」例えば「10社でデータエコシステムを作ろう」となったとして全ての企業においてデータの形が違う。 生と名の間にスペースがあるかないかだけでもうデータは突合できなくなってしまうので突合のためにはどこかが主導してすべてのデータを整理し揃えなければならないそれには膨大な時間とお金がかかるので誰もやりたがらずに終わってしまうんだよそのデータもただきれいに揃えただけではどうやって使うかわからないのでお金を使うだけ使ったとしてもあんまり意味を持たない データとは、その解釈とセットでないと意味を持たないし、お金にならないんだ。EC のデータなら、買った、買ってない、閲覧した、閲覧してない、といったデータだからまだ活用余地を見出しやすいし、アリババはそれをマーケティングソリューションにして売っている。どんなデータの活用価値が高いのか、をトライアンドエラーしながら判断しているし、 そのために参加に加えた企業の持つデータをアリババのデータとして使えるようにクリーニングし、突合している。これはソリューションをより豊かにするために必要なデータを把握した上で、アリババ主導でやっているからできることなんだ。しかも、藤井さんが言ってるのは生体データだから、買った、買ってないのような単純なイエスノーのデータではなくて、波形データだよね。 そうすると、そんな生データをもらったところで誰も解釈ができないよ。皆、そのデータが何に使えるのかというベネフィットがわからないと、わざわざデータを買ったり使ったりしてくれないし、ベネフィットがわかってもデータの根付けはかなり難しいよ。というか、単一のデータではあまり意味がないので、とても安いものにしかならない。なので、この企画は、 どのような人にどのようなベニピットを提供するのかを考え、ソリューション化することを先にやらないとダメなんじゃないかな。アリババのポール氏の発言から改めて社会に起きていることを俯瞰してみると、すべての行動データの可視化が可能になり、つなぎ合わせることでできることは変わります。しかし、すべての生活を網羅するような広範囲な形で他者と共有してソリューション化するのは、 実際には中国においてもアリババ程度しか実現できていません。そもそも、ペイメントデータや行動データを直接的にマネタイズに使おうとすると方法は限られます。現状の事例から整理すると、次に示す3パターン程度しかありません。1、マーケティング、広告に活用する。 この人はどのあたりで何をいつ頃買っているという情報からマーケティングソリューションを企業向けに提供してそのソリューションフィーで稼ぐことができます。例えばアリババは EC のシェアは半分以上抑えているためウェブ上での購買行動データも潤沢に持っています。モバイルペイメントのシェアも半分以上持っています。 リアルで消費された行動の方をより参考にしたいという企業もあるのでリアルとデジタル双方を合わせた消費行動をもとにマーケティングしたいという企業にはより高いソリューションを販売できます二、2. 金融に活用するどれくらいの支払い能力がありどのような消費行動を取るのかがわかることで主に 個人向け融資の予診管理効率が良くなります。これによって明らかになった信用度を別の企業に展開して活用することで他社もそれに依拠してサービス展開できる信用スコアプラットフォームになりソリューションとしてのマネタイズも可能になります。三、インフラに活用する人の動きのデータを活用し 交通や医療の効率を向上させることで、それ自体でのマネタイズは難しいが、スマートシティに対する投資や管理費用として、国、自治体、エンタープライズからのマネタイズが可能になります。アリババは、マーケティング広告による売上が全体の8割以上あり、アリクラウドはスマートシティに注力しています。 金融は中国最大のユニコーンであるアントフィナンシャルでカバーしているため上記3つのパターンを全て強力なアセットとして所持しておりデータが生まれれば生まれるほどマネタイズが可能なモデルを作っているといえます一方のテンセントは5.5割の売り上げはゲームによる収入です2.5割がマーケティング広告 その他サービスフィー行動データをベースにしたソリューションの割合は不明だが多くはないで残りの2割が金融ですデータを活用したマネタイズは主に金融によって実現されているためデータによってマネタイズしているというよりはゲームをはじめコンテンツを作って儲けている会社といえますデータの突合という観点の場合 自社経済圏に数百という企業を抱えるアリババのすべてのデータがつながっているわけではありません。図表3-5はアリババの事業構造を示しています。左下ローカルサービスと右上デジタルエンターテイメントには EC とは直接関係のない多様なサービスが含まれています。ローカルサービスにはデリバリーフード、映画や演劇の予約、 食べログのようなレストラン検索、旅行。デジタルエンターテインメントには、ツイッター的な SNS である Weibo や映像メディア、音楽メディアが含まれます。この中でデータをつなげているのは、ローカルサービスぐらいです。このサービスは、マーケティング広告活用において顧客を理解するための重要なサービスであるため、 アリババ主導でデータを突合すると決めているものに当たります。実際にはこれらのサービスも刻一刻と変わっているためトライアンドエラーしながらデータ共有対象に入れたり外したりしているはずです。改めてポール氏の言うように特定ソリューションのためにデータを突合させて初めて意味をなし自社の目的に合わせて一社が主導しながらリアルタイムで運用しているわけです。 ではアリババほど包括的なデータ活用ができないセンとはなぜペイメントに乗り出したのでしょうかこれは顧客のタイムシェアと接点頻度を重視するという戦略に基づきます図表3の6のグラフを見ていただくとよくわかりますこのグラフは中国の全インターネット利用時間においてどのプラットフォーマーで何パーセントの時間が割かれたかを示しています 左から、テンセント系、バイトダンス系、アリババ系、バイドゥ系、その他となっています。このグラフからはっきり読み取れることは、テンセント経済圏が圧倒的であることです。テンセントはコミュニケーションやゲームが強く、アリババは EC に強いので、サービス特性から考えれば当然の結果ですが、テンセントが 離れられないサービスを目指していることがよくわかるグラフになっています。テンセントがペイメントを取りに行った目的は二つあります。一つ目はアリババに対するカウンターです。もともと一日に五十回近く開かれるコミュニケーションアプリである WeChat は、ペイメントという高頻度で日常的な利用をかわきりに。 アリババにユーザーのタイムシェアを奪われることを恐れていたことが挙げられます二つ目はペイメントによってミニプログラムという武器を得ることですミニプログラムはユーザー数頻度時間として圧倒的に利用されている顧客接点であることとペイメントの機能を持っていることによってマネタイズ可能な 2B 向けビジネスになります 仮にペイメント機能がなければ、前述した個人が経営しているコーヒーショップのピックアップシステムで簡単に支払いを完了させることも、コンビニエンスストア用スマホレジア,アプリでスマートフォンだけで会計を完了することもできなかったでしょう。行動データの取得ではなく、ペイメントを機能として得ることで、ミニプログラムで提供できるソリューションの幅を広げることを可能にしたという意味で、 重要な役割を果たしています。ペイメント由来のデータでマネタイズするアリババと直接的なマネタイズは難しいもののユーザーを囲い込むことで別のビジネスにつなげていく点線とそれぞれのペイメントの役割や活用の仕方が異なることが分かっていただけたでしょうか。ここまでの話から日本を翻って見てみると前説の序盤に書いた いかにデータを牛耳ることが可能かという言葉自体が本末転倒でさまざまな幻想に満ちたものかが見えてきます。ありがちな幻想と現実をいかに対比してみます。幻想、保持しているデータそのものが財産だと思っている。現実、ソリューション化して活用できないと思っていても意味がない。 ローエリスクと管理コストのみが発生する幻想社会レベルでの共有または他者とのエコシステムによってビッグデータ活用できると思っている現実データ都合には目的設定の主導権争いとコストの壁が立ちはだかり一社が目的をもって主導しないと実現は難しい幻想 ペイメントデータさえ取れれば勝ちだと考える。現実、ペイメントデータで直接的にマネタイズする方法は限られ、ビジネスとビジョンに基づいた目的設定が重要である。なお、社会レベルでのデータ共有に関しては、第一章第二節、アジアに学ぶスーパーアプリに書いた中国やインドのガバメントアザサービスのように、 社会管理目的であれば効果がありますし政府主導であれば実現は可能でしょうただし仮に政府主導であってもデータ共有の枠組みを決めることで仕組みが固定化し新たなビジネスを作りにくくなってしまうため変化が早くイノベーションを起こすべき領域においては市場原理に任せるべきと考えるのが通例でしょうではマネタイズも容易ではなく 包括的にデータを牛耳ることも難しいのであれば行動データを活用するとはどういうことなのでしょうかここでエクスペリエンス×行動データのループが改めて重要になります行動データをそのままお金儲けに使おうとするとユーザーにとって不義理な事態になりやすく信頼関係を失ってしまいますが UX に還元することで ユーザーの信頼を獲得でき、長くそのサービスを使ってくれるようになっていきます。エクスペリエンス×行動データのループを実現するにあたっては、古社で持っているデータだけでも十分であることが様々な事例から見て取れます。ピンアングッドドクターやディディのデータ活用は、自社に限られたデータのみを活用して UX を高め、 そこからビジネスにつなげている恒例と言えるでしょう。